西郷隆盛は、幕末から明治前期の日本の武士、政治家、陸軍軍人。薩摩国薩摩藩の下級藩士、西郷吉兵衛流星の長男。忌味名は、玄福寺に、高永の地に、武雄、流星と名を改めた。陽名は、小吉、通称は、吉之助、全米、吉兵、衛、吉之助と順次変更。郷は何州。流星は、父と同盟であるが、 これは、王政復古の焦点で異界を授けられる際に、親友の吉井智美が謝って、父、吉兵衛の名で届け出てしまい、それ以後は、父の名を名乗ったためである。一時、西郷三助、菊池元護、大島三右衛門、大島吉之助などの変名も名乗った。本校で、年月日は、明治5年12月2日までは旧歴である、天保歴。 明治6年1月1日以後は新歴である、グレゴリオ歴を用い、和歴を先に、その後ろのうちに、グレゴリオ歴を書く。西郷家の初代は、熊本から鹿児島に移り、鹿児島へ来てからの七代目が父、吉兵衛流星、八代目が吉之助流星である。辞典は、戊辰戦争で戦死した、西郷吉次郎、三帝は、明治政府の重鎮、西郷つぐ 四帝は、西南戦争で戦死した、西郷公平。大山岩は、重帝、河村住吉も親戚である。薩摩藩の下級武士であったが、藩主の島津成明の目に留まり抜擢され、東大一の改明派大名であった、成明の身近にあって、強い影響を受けた。成明の急死で失脚し、奄美大島に流される。その後復帰するが、 新藩主党津中義のジップで事実上の最高権力者の島津久光と折り合わず、再び沖の選ぶ島に留在に遭う。しかし、過労、小松清廉や大久保利道の後押しで復帰し、源氏元年の金門の変異以降に活躍し、薩長同盟の成立や王政復古に成功し、母親戦争を巧みに主導した。江戸総攻撃を前に、 かつ海州らとの降伏交渉にあたり、幕府側の降伏条件を受け入れて、総攻撃を中止した。その後、薩摩へ帰郷したが、明治4年に参議として、新政府に復職。さらにその後には、陸軍大将、この江都督を兼務した。明治6年、大久保、木戸ら岩倉施設団の外遊中に発生した、朝鮮との国交回復問題では、開国を進める。 見関施設として、自らが朝鮮に赴くことを提案し、帰国した、大久保らと対立。この結果の政変で、江藤新平、板垣大輔らと共に、下や再び鹿児島に戻り、私学校で教育に専念する。佐賀の乱、上風連の乱、秋月の乱、萩の乱など、氏族の反乱が続く中で、明治10年に私学校生徒の暴動から起こった。 西南戦争の指導者となるが、敗れて、城山で自陣した。死後十数年を経て、名誉を回復され、以下は、増生増くらい。うにより、京師の虎太郎が公爵となる。西端地付近文政十年十二月七日、薩摩国鹿児島城下梶山地山の口馬場で、五冠城片子頭の西郷黒流星の第一、死として生まれる。 西郷氏の価格は五五章与えであり、下から二番目の身分である、下級藩士であった。本生は、藤原姓を称するが明確ではない。先祖は、肥後国の菊池氏の初家とされ、その家臣であったと伝わる。江戸時代の元六年間に、島津氏が支配する薩摩藩士になる。天保十年、郷中仲間と月齢のお宮参りに行った際、 他の郷中と友人とが喧嘩しそうになり、喧嘩の仲裁に入るが、神祖の郷中が抜いた刀が、西号の右腕内側の神経を切ってしまう。西号は三日間高熱に浮かされた者の一名は、取り留めるが、刀を握れなくなったため武術を諦め、学問で身を立てようと志した。刀が握れないなりに、武術の部分に関しては相撲を習った。天保十二年。 玄伏し、吉之助高永と名乗る。この頃に、下、梶山地豪中の二歳組に昇進した。高下元年、軍部業、酒田利澄配下となり、氷方垣役助を務め、ご古書を与えに編入された。高下四年、豪中の二歳頭となった。梶江三年、高崎崩れで、赤山幸恵が切腹し、石山の御用人をしていた父から切腹の様子を聞き、 ちごろもを見せられた。これ以後、聖死島津成明の修法を願うようになった。伊藤萌え門に、陽明英学、副将寺の、無三王将に善を学ぶ。この年、赤山らの意志を継ぐために、金子六崩れの秩父器ホワイの、金子六を臨読する会を、大久保翔助、最初期三左衛門、吉井康介、伊地地隆衛門、有村俊斎らと作った。 海江4年2月2日、島津成尾樹が隠居し、島津成明が薩摩藩主になった。海江5年、父母の勧めで、移住院金広の姉、須賀であったとも言われると結婚したが、7月に、祖父、ゆさん、9月に、父、吉兵衛、11月に、母、まさが、相次いで死去し、一人で一家を支えなければならなく、なった。海江6年2月、 家督相続を許可されたが、役は、氷方柿役助と変わらず、六は減少して四十一国余りであった。この頃に通称を吉之助から全米に改めた。十二月、ペリーが裏側に来航し、上位問題が起き始めた。安政元年、上書が認められ、成明の江戸三金に際し、中国小、帝国、江戸詰めに任せられ、江戸に赴いた。 4月、鬼若大役となり、東大一の開明派大名であった成明から、直接教えを受けるようになり、またぜひ会いたいと思っていた、赤学、藤田東子にも会い、告示について、教えを受けた。鹿児島では11月に、貧窮の苦労を見かねた妻の実家、伊集院家が、西郷家から須賀を引き取ってしまい、以後、二手の吉次郎が、一家の面倒を見ることになった。 安政二年、西郷家の家督を継ぎ、全米から吉米へ改める。十二月、越前藩士、橋本さないが来訪し、国事を話し合い、その白式に驚く。この頃から、政治活動資金を時々、成明の命で賜るようになる。安政三年五月、武田幸運斎と会う。七月、成明の密書を、水戸藩の徳川成明に持っていく。 12月、第13代将軍、徳川家佐となり明の幼女、厚姫が結婚。この頃のなり明の考え方は、厚姫を通じて、一橋家の徳川義信を、第14代将軍にし、健康の協力と、後部神話によって、幕府を中心とした、中央集権体制を作り、開国して、布告強兵を図って、露影物など諸外国に対処しようとするもので、 西郷はその手足となって活動した。安政4年4月、三勤交代の基礎に、日ご熊本藩の長岡剣持、須田三三郎と会い、告示を話し合った。5月、帰藩。辞邸吉次郎が五勘定書書契約。三典、慎吾が、表茶坊主に任ぜられた。10月、とめ付け、鳥居の兼務を命ぜられたも、同時期に、とめ付けになっている。 11月、アクアマリンの高値に困っていた、下関の白石昭一郎に、薩摩のアクアマリン購入の圧旋をし、以後、白石宅は、薩摩人の活動拠点の一つになった。12月、江戸につき、将軍啓視に関する成明の密書を、越前藩主、松平義長に持って行き、この月内、橋本さないらと、一橋義信用律について、協議を重ねた。 安政5年1、2月、橋本さない、梅田雲平らと書簡を交わし、中根幸恵が来訪するなど、情報を交換し、3月には厚姫からこの絵、忠広への書簡を携えて、京都に赴き、そう、月章らの協力で、吉信警子のためのうち直効果を図ったが失敗した。5月、彦根藩主、井伊直助が大老となった。直介は、 6月に、日米修好通商条約に調印し、ついで、紀州藩主、徳川義富を将軍刑視に決定した。7月には、富士登場を理由に、徳川成明に謹慎、松平義長に謹慎、隠居、徳川義信に都城禁止を命じ、まず一橋派への弾圧から強権を振るい始めた。この間、最後は6月に、鹿児島へ帰り、 松平義長からの江戸、京都情勢を記した書簡を成明にもたらし、すぐに上京し、柳川聖願、春日ガ聖らと情報を交換した。7月8日、成明は、鹿児島城下天保山で殺軍の大軍事朝連を実施したが、7月16日、救世した。7月19日、成明の弟、島津久光の子、重久が、 家督相続し、久光が、後見人となったが、藩の実権は、成明の父、成沖が握った。安政5年7月27日、京都で成明の不法を聞き、巡視しようとしたが、月賞らに説得されて、成明の意志を継ぐことを決意した。8月、この家から託された、孔明天皇の内直を、水戸藩、尾張藩に渡すため江戸に赴いたが、 できずに、京都へ帰った。以後9月中旬頃まで、諸藩の勇士及び有馬晋七、有村春斎、伊地知正春らと、大老、井伊直介を排斥し、それによって、幕政の改革をしようと図った。しかし、9月9日に、梅田雲平が捕獲され、尊上派に危機が迫ったので、この駅から保護を依頼された月賞を伴って、伏見へ脱出し、伏見からは、 有村春ららに、月賞を託し、大阪を経て、鹿児島へ送らせた。9月16日、再び上京して、諸子師らと挙兵を図ったが、堀の追及が厳しいため、9月24日に、大阪を出港し、下関経由で10月6日に、鹿児島へ帰った。堀の目をごまかすために、判明で、西郷三助と改名させられた。11月、 平野国を見に伴われて月章が鹿児島に来たが、幕府の追求を恐れた、半島局は、月章らを、東名追放することに決定した。月章、平野付き添いの足がある坂口天恵絵門らと共に乗船したが、全頭悲観して、16日夜半、竜が水を切で月章と共に受水した。すぐに、平野らが救助したが、月章は死亡し、 最後は、運よく蘇生指導士の最初、木山左衛門が、その看病に当たったが、回復に1ヶ月近くかかった。半島局は死んだ者として扱い、幕府の堀に西郷と月少の墓を見せたので、堀は、月少の下僕、茂助を連れて引き上げた。12月、半島局は、幕府の目から隠すために、西郷の職を免じ、天見大島に選挙させることにした。 12月末日、菊池元吾と変名して、鹿児島から山川里へ出港した。安政6年1月4日、伊地知正春、大久保利道、堀中在門等に工事を託して、山川港を出港し、七島灘を乗り切り、なぜを経て、1月12日に選挙地の奄美大島、辰五村伝先に着いた。島では、美玉、新業の空き家を借り、自炊した。 間もなく茂の安すぐのいもを受け、以後、大久保利道、最初あつし、よしいともみ、あり門らからの書簡やいも品が何度も送られ、最後も、返書を出して、情報入手に努めた。この間11月、龍家の一族、助、け、堺氏の娘、戸間を島妻とした。当初、淵ちは六国であったが、万円元年には十二国に加増された。 また、留守家族にも家計補助のために、藩主から貸金が与えられた。苦島当初は、留任としての扱いを受け、孤独に苦しんだ。しかし、島の子供3人の教育を依頼され、紛れを込め、藤長から親切を受け、島妻をめとるにつれ、徐々に島での生活に馴染み、蔓延二年一月二日には菊次郎が誕生した。文久元年九月。 三帝の竜案が、表茶坊主から原続して慎吾と名乗った。十一月、県文役、騎馬殿内と知り合った。文久元年十月、久光は、後部終戦に乗り出す決意をして、養老重心の更鉄を行ったが、京都での手ずるがなく、湘南土役の大久保堀次郎らの進言で、西号に召喚状を出した。西号は十一月二十一日に召喚状を、 受け取ると、世話になった人々への挨拶を済ませ、相棚の生活が立つようにした後、文久2年1月14日に阿伝崎を出版し、口の選ぶ島、枕崎を経て2月12日に、鹿児島へ着いた。2月15日、生きていることが、幕府に発覚しないように、西郷三助から大島三江門と改名した。同日、久にされたが、久が無関で、 成りあきらほどの人望がないことを理由に、上京すべきでないと主張し、また、午前に、歯を恐れ,れながら地ごろなので終戦は無理だと言ったので、久光の不況を買った。一旦は、同行を断ったが、大久保の説得で上京を承諾し、旧約に服した。3月13日、下関で待機する命を受けて、村田新八を伴って先発した。 下関の白石昭一郎宅で、平野国を見から慶大阪の緊迫した情勢を聞いた。西郷は、3月22日、村田新八、森山新造を伴い、大阪へ向けて出港し、29日に、伏見に着き、激橋師たちの京都焼き打ち、巨兵の企てを止めようと試みた。しかし、4月6日、姫路に着いた久光は、西郷が、 待機命令を破ったこと、堀次郎、海江田信義から西郷が死子を先導していると、報告を受けたことから激怒し、西郷、村田、森山の捕獲命令を出した。捕獲された、西郷らは10日、鹿児島へ向けて、船で護送された。一方、老子沈部の浅宗を受けた久光は、伏見の寺田屋に集結している、牧田持信。 有馬新七らの激派志士を陳部するため、4月23日に、奈良原茂、大山・格之助らを、寺田屋に派遣した。奈良原らは激派を説得したが聞かれず、やむなく有馬新七ら八8名を、上位打ちにした。この時に挙兵を企て、寺田屋、その他に分縮していた激派の中には三帝の信後重帝の大山岩尾の外に、篠原国元 長山八一郎なども含まれていた。護送され、山川港で対面中の6月6日、最後は、大島吉之助に改名させられ、徳之島へ、遠島、村田新八は、機械島へ遠島が命ぜられた。未処分の森山新造は、戦中で自陣した。合仮名の肖像写真文久2年6月11日、最後は、山川を出版し、村田も遅れて出版したが、 向かい風で、風町のために薬島一港で出会い、7、8日ほど風町をし、共に一港を出港、天海へ向かった。七島灘で漂流し、天海を経て、やっと7月2日に、西郷は、徳之島湾一市屋に到着した。偶然にも、この都会中の7月2日に、相が長き苦を生んだ。徳之島では、紛れよ横目。 竜の固めの勧めで岡前の松田勝連宅に身を寄せていた。8月26日、徳之島ライトを知らされた愛が長大島から子供二人を連れて徳之島岡前に上陸。西号の元を訪れ、久しぶりの親子大面を喜んだのも束の間、翌27日にはさらに追い打ちをかけるように、沖の選ぶ島へ遠投する命令が届き、徳之島井の川へと移送される。 江戸へ登っていた、島津久光は、家老たちが徳之島へ在留という、軽い処罰に止めていることを知り、沖の選ぶへの島替えの上、老後目にし、決して開けてはならぬと言命したという。なお、筆井の合仮たちは28日に、奄美大島へと帰っている。また、これより、前の7月下旬、鹿児島では弟たちが遠慮、謹慎などの処分を受け、最後家の治療、 火災は没収され、最悪の状態に追い込まれていた。うる八8月初め、徳之島井の川を出発し、西郷隆盛を乗せた宝徳丸が14日に、沖の選ぶ島妹の部に着いた。当初、牢が貧弱で、風雨にさらされたので、健康を害した。しかし、10月、紛を込米、土持正輝が、大官の許可を得て、慈悲で、座敷牢を作ってくれたので、 そこに移り住み、やっと健康を取り戻した。4月には、同じ号中の後輩が、爪役として来島したので、西号の大偶は一層改善された。この時西号は、沖野選ぶの人々に勉学を教えている。また、土持正輝と一緒に酒を飲んでいる様子がこの島の、再々説という民謡に歌われている。文久3年10月、土持が作ってくれた船に乗り、 鹿児島へ出発しようとしていたとき、栄冠を撃退したとの情報を得て、祝縁を催し喜んだ。苦しままもなく始めた塾も、現時元年1月頃には20名ほどになった。やがて斜面召喚の噂が流れてくると、与え人役おからだ、紛りお米大からだを書いて、島役人のための心得とさせ、車窓設立の文書を作って、土持ちに与え、 基金に備えさせた。在島中も、諸子との情報交換は欠かさず、大島財番であった、桂久武、琉球財番のメラスケーモン、牧田持信などと書簡を交わした。この頃、本土では、薩摩の意見も取り入れ、文久2年7月に、松平春学が、政治総裁職、徳川義信が、将軍後見職となり、ウルー8月に、合図藩主、 松平片森が京都守護職、桑名藩主、松平貞明が京都諸次第となって、幕圏に回復傾向が見られる一方、文久3年5月に、長州藩の米韓砲撃事件、8月に奈良五条の天中組の変と長州への七郷を打ち、10月に幾野の変など、開港に反対する上位急進派が主樹の抵抗をして、幕圏の失墜を図っていた。 もともと後部合体派とは言っても、天皇のもとに、健康を集めての中央集権を目指す薩摩藩の思惑と、将軍中心の中央集権を目指す幕府の思惑は違っていたが、撮影戦争で活躍した、旧世中組の発言力の増大と主球派の失脚を背景に、薩摩流の後部終戦をやり直そうとした久光に、とっては、 兄弟坂での薩摩藩の世評の悪化と、後部終戦に動く人材の不足が、最大の問題であった。この苦境を打開するために、大久保利道や小松立脇らの勧めもあって、西郷を、斜面召喚することにした。源氏元年2月21日、吉井智美西郷継ぐみらを乗せた、蒸気船古町丸が、沖の選ぶ島は止まりに迎えに来た。 途中で、大島達号によって、妻子と別れ、機械と遠投中の村田新八を伴って、帰還の途に着いた。源氏元年2月28日に、鹿児島に帰った西号は、足が立たなかった。29日、這いずりながら成明の母産をしたという。3月4日、村田新八を伴って、鹿児島を出版し、14日に、京都に到着し、19日に、 軍府駅に任命された。京都に着いた西郷は、薩摩が、砂漠、上位派双方から、避難されており、上位派趣旨だけではなく、世評も極めて悪いのに驚いた。そこで、藩の行動原則を、浅宗に従った行動と、単純化し、上位派と悪評への緩和策を取ることで、この難局を乗り越えようとした。この当時、上位派及び世人から、 最も悪評を浴びていたのが、薩摩藩と、外エビスとの密貿易であった。文久三年半ばに、南北戦争により欧州の麺、茶が不足となり、日本麺、茶の買い付けが、盛んに行われた、結果、料品の日本からの輸出量が極端に増加した。このことから日本中の麺、茶値段は高騰し、薩摩藩の外エビスとの通称が、 物価高騰の原因であるとする風評ができたのである。世人は物価の高騰を起こったのであるが、上位派は、薩摩藩が上位と唱えながら、外恵比寿と通称していること自体を起こったのである。その結果、長州藩による、薩摩藩養泉長崎丸撃沈事件、加徳丸事件が起きた。こうして形成された薩摩藩への悪評は、薩摩藩の京都、 大阪での活動に大きな支障となったので、西郷は6月11日に大阪留守居、騎馬殿内に上坂中の薩摩商人の取り締まりを命じ、往来手形を持参していない商人らにも帰国するよう命じ、合わせて、藩内での取り締まりも強化し、判明をもって大商人らを上坂させぬように処置した。4月、西郷は五湘南土頭取、一大骨外に、 任命された。池田屋事件から間もない6月27日、長儀で7強者面の請願を名目とする、長州兵の入居が許可された。これに対し西郷は、薩摩は、中立して、公共守護に専念すべしとし、7月8日の徳川、吉信の出兵命令を、小松立脇と相談の上で断った。しかし、18日、長州勢が、伏見、佐賀、 山崎の三方から京都に押し寄せ、皇居書門で幕軍と衝突すると、西郷と伊地地正春らは、看護門で、長州勢を撃退したばかりでなく、諸所の救援に、薩摩兵を派遣して、長州勢を撃退した。この時、西郷は銃弾を受けて、軽傷を負った。この事変で、西郷らが取った中立の方針は、長州や幕府が朝廷を独占するのを防ぎ、 朝廷をも、中立の立場に導いたのであるが、長州勢からは、来島又兵、草加玄瑞、牧安尾みら多く犠牲者が出て、長州の薩摩議以来を助長し、殺族会館と呼ばれるようになった。源氏元年7月23日に、長州藩追悼の長命がで、24日に、徳川義信が、西国21藩に出兵を命じると、この機に乗じて、 薩摩藩勢力の伸長を図るべく、それに応じた。8月、四国連合艦隊下関砲撃事件が起きた。ついで、長州と四国連合艦隊の講和条約が結ばれ、幕府と四国代表との間にも、賠償役上長院が交わされた。この間の9月中旬、最後は、大阪の千昇寺で、勝海州と会い、価値の意見を参考にして、 長州に対して、強行策を取るのを止め、緩和策で臨むことにした。10月初旬、五蕎麦役、代々骨外となり、大島吉之助から西郷吉之助に改めた。10月12日、西郷は、成長軍参謀に任命された。24日、大阪で、成長総督、徳川義勝にお目見えし、意見を愚信したところ、長州処分を委任された。 そこで、吉井智美最初厚氏を伴い、岩国で、長州法代表の吉川常本と会い、長州藩参加牢の処分を申し入れた。引き返して、徳川吉勝に経過報告をした後、小倉に赴き、副総督、松平重明に、長州処分案と経過を述べ、薩摩藩総督、島津久明にも経過を報告した。結局、 日郷号の妥協案に沿って収集が図られ、12月27日、成朝総督が出兵諸軍に鉄兵を命じ、この度の政党行動は終わった。収集案中に含まれていた五教処分も、中岡慎太郎らの奔走で、日郷号の妥協案に従い、慶応元年初頭に、福岡藩の終戦で、九州御藩に分移させるまで福岡で預かることで、一応決着した。 慶応元年1月中旬に、鹿児島へ帰って、藩主府氏に報告を済ませると人の勧めもあって、1月28日に、小松立脇の売借で、過労坂規約、岩山八太郎直春の次女、糸と結婚した。この後、前年から紛糾していたご教意点と、その待遇問題を終戦して、2月23日に、待遇を改善した上で、 ダザイフ天満宮の助上院に落ち着かせることで、やっと収束させた。これと、並行して、大久保利道、吉井高助らと共に、九州諸藩連合のために、久留米藩、福岡藩などを優先していたが、3月中旬に、上京した。この頃幕府は、武力で勅命を出させ、長州藩主婦氏の出府、五郷の江戸への差し立て、 三勤交代の復活の三事を実現させるために、二郎中に四大隊と法を率いて上京させ、強引に諸藩の旧門警備を幕府軍に交代させようとしていたが、それを拒否する直所と転送が諸次第に下され、逆に支給将軍を受落させるようにとの命が下された。これらは、幕権の回復を望まない、最後、大久保らの苦行工作によるものであった。 5月1日に、西郷は、坂本龍馬を同行して、鹿児島に帰り、京都情勢を藩主脳に報告した。その後、幕府の成長出兵命令を拒否すべしと説いて、反論をまとめた。9日に大蛮党、一進家老組に任命された。この頃、将軍、徳川家持は、直所を無視して、 奇襲藩主、徳川持継以下十六藩の兵約六万を率いて、採火を開始し、兵を大阪に駐屯させた後、うるう5月22日に、京都に入った。翌23日、家持は散大して、武力を背景に、徴収再生を創上したが、許可されなかった。6月、鹿児島入りした、中岡慎太郎は、西号に、薩長の協力と圧心を解き、 下関で、カツ小五郎と会うことを約束させた。しかし、西郷は大久保から緊迫した書簡を受け取ったので、下関寄港を取りやめ、急ぎ上京した。この間、県大阪滞在中の幕府幹部は、兵六万の武力を背景に一層強気になり、長州再生等のことを朝廷停迫った。これに対し、西郷は、幕府の脅しに屈せず、6月11日、 幕府の長州再生に協力しないように大久保に伝え、そのための調停工作を進めさせた。それに加え、二十四日には、京都で、坂本龍馬と会い、長州が欲している武器、艦船の購入を、薩摩名義で行うこと承諾し、薩長和信の実績を作った。また、幕府の兵力に対抗する必要を感じ、10月初旬に、鹿児島へ帰り、15日に、 小松立脇と共に兵を率いて上京した。この頃、長州から兵糧米を購入することを龍馬に依頼したが、これも、また薩長和信の実績作りであった。この間、黒田清高を長州へ王冠させ、薩長同盟の工作も重ねさせた。9月16日、英、仏、乱三カ国の軍艦8隻が、兵庫沖に停泊し、兵庫海溝を迫った。 一方、京都では、武力を背景にした脅迫にひるんだ朝廷は、同21日、幕府に、徴収再生の直挙を下した。また、10月1日に前、尾張藩主、徳川吉勝から出された条約の直挙と、兵庫開港直挙の創生も一度は、拒否したが、将軍辞職をほのめかして朝廷の武力行使も、 次社内との幕府及び徳川義信の,の脅迫に屈して条約は直虚するが、兵庫開港は不許可という内容の直所を下した。これは強制されたものであったとはいえ、安政以来の幕府の念願の実現であり、国税の変更という意味でも歴史上の大きな決定であった。慶応 2>, 2年1月8日、西郷は村田新八大戦整備を伴って、 上京してきた、桂小五郎を伏見に出迎え、翌9日、京都に帰って、日本松判定に入った。21日、西郷は、小松大統帝で、桂小五郎と、殺長提携六ヶ条を密約し、坂本龍馬が、その提携書に裏書きをした。その直後、龍馬が、京都の寺田屋でばくりに襲撃されると、西郷の指示で、薩摩判定が龍馬を保護した。 その後、3月4日に、小松立脇、桂久武、吉井智美、坂本龍馬夫妻らと大阪を出港し、11日に、鹿児島へ着いた。4月、反省改革と陸海軍の拡張を進言し、それが入れられると、5月1日から小松、桂らと、反省改革に当たった。第2次徴収制罰は、6月7日の、 幕府軍艦による上野赤砲撃から始まった。大島口、芸州口、三陰口、小倉口の四方面で戦闘が行われ、芸州口は降着したが、大島口、小倉口は、高杉新作の電撃作戦と騎兵隊を中心と、する初代の活躍で勝利し、大村松次郎が指揮した三陰口も連戦連勝し、幕府軍は惨敗続きであった。 鹿児島にいた西郷は、7月9日に朝廷に出す、徴収再生反対の憲白を起草し、反主名で幕府へ出兵を断る文書を提出させた。一方、幕府は、7月30日に、将軍、徳川家持が、大阪城中で病死したので、もう必死、8月1日の焦燥港での敗北を機に、敗戦処理と、将軍軽視問題を片付けるべく、 朝廷に願い出て、21日に、急戦の御沙汰賞を出してもらった。将軍の意外を、カイロ江戸へ運んだ幕府は、12月25日の、公明天皇の崩行を機に、海兵の御沙汰賞を得て交付し、この戦役を終わらせた。この間の7月12日、西郷に、着難虎太郎が誕生し、9月にお目め付け、陸軍係かり、加労座出席に任命された。 しかし病気を理由に大目付け役は返上した。殺土倒幕の密約記念碑密約が締結される前段階として、京都、金やスローで、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、四郷会議慶応3年3月上旬、村田新八、中岡新太郎らを先発させ、大村藩、平戸藩などを遊説させた。 三月二十五日、西郷は久光を報じ、薩摩の声援七百名を率いて上京した。五月に、京都の薩摩藩邸と土佐藩邸で、相次いで開催された四公会議の元準備をした。薩土密約五月二十一日、中岡慎太郎の仲介によって、京都の小松大統邸にて、土佐藩の犬井大介、谷盾希らと、薩摩藩の西郷、吉井康介らが、 武力倒幕を義して、殺土倒幕の密約を結ぶ。6月15日、西郷は、山形有友を訪問し、武力倒幕の決意を告げた。16日、西郷と、小松立脇、大久保利道、伊地知正春、山形有友、品川矢次郎らが会し、改めて殺長同盟の制約をした。 その後、犬井大輔が独断で、江戸築地の土佐藩邸にかくまっていた三と老うを、薩摩藩邸に移すことを密約し、井無田昌平、松光九之助、相良宗像らが、江戸市内での幕府挑発活動の一翼を担うこととなった。殺土名役土佐藩犬井大輔らと、殺土倒幕の密約を締結した1ヶ月後の6月22日、今度は、坂本龍馬、 後藤章二郎、福岡皇帝らが日志号と会し、武力倒幕によらない、体制奉還のための殺土名約を締結。薩摩藩と土佐藩は、日志号を通じて、性格の相反する軍事同盟を結ぶこととなる。薩摩が二重契約を結んだことは、薩摩にとっては、どちらの局面になっても対応できることになるという、解釈も成り立つが、 その後の実局の推移を考えると、殺土倒幕の密約が本筋であって、大政奉還のための殺土名約はその実局を有利に、進めるための策略として締結されたものと解釈、可能である。9月7日、久光の三男、島津渦彦が、兵約1000名を率いて、大阪に着いた。9月9日、後藤が来訪して、 坂本龍馬案に基づく大政法官憲白書を提出するので、挙兵を延期するように求めたが、西郷は拒否した。土佐藩から提出された憲白書を見た将軍、徳川義信は、10月14日に大政法官の上層を朝廷に提出させた。ところが、同じ14日に、倒幕と合図、桑名中伐の密直が下り、西郷、 小松、大久保、品川らはその受け書を出していた。15日、朝廷から大政奉還を直拒する、胸の御沙汰書が出された。密直を持ち帰った西郷は、桂久武らの協力で反論をまとめ、11月13日、藩主、島津重久を報じ、兵約3000名を率いて、鹿児島を発した。途中で、長州と出兵時期を調整し、三田尻を発して、 20日に大阪23日に京都に着いた。長州兵約700名も29日に摂津内入浜に上陸して西宮に進出した。またこの頃、厳州藩も出兵を決めた。諸藩と出兵交渉をしながら、西郷は11月下旬頃から有志に王政復古の大号令発布のための工作を始めさせた。12月9日、薩摩。 慶州、尾張、越前に、宮中警護のための出兵命令が出され、合図、桑名兵とこれら四藩兵が、宮中警護を交代すると、王政復古の大号令が発布された。蕎麦、伏見の戦いにおいて、長州軍を視察する、西郷を、母親戦記へ巻き、1878戦開始前後、慶応三年十二月、武力倒幕論を主張し、大政奉還論に、 真っ向から反対して失脚した、犬井大介を残して、土佐藩兵が上落12月28日、土佐藩、山田平左衛門、吉松即の助らが、伏見の警護に着くと、西郷は土佐藩士、谷畑へ、薩長芸の三藩にはすでに倒幕の勅命が下ったことを示し、薩土密約に基づき、犬井大介を対象として、 国元の土佐藩兵を上落させ参戦することを促した。谷は大仏地社院の土州本人に戻って、失勢、山内隼人に報告。慶応4年1月1日、谷は下横目、森脇雄一郎を伴って慶応出立。1月6日、谷が土佐に到着。1月9日、犬井大輔の失脚が解かれ、1月13日、深尾正室を、 総督犬井大介を代替司令として、春小隊を編成し、土佐を出陣、母親戦争に参戦した。蕎麦、伏見の戦い、慶応4年1月3日、大阪の旧幕軍が状況を開始し、幕府の先方隊と薩長の守備隊が衝突し、蕎麦、伏見の戦いが始まった。西郷はこの3日には、伏見の戦線、5日には、八幡の戦線を視察し、 戦況が有利になりつつあるのを確認した。6日、徳川義信は、松平片森、松平定明以下、老中、大目付、外国武行ら少数を伴い、大阪城を脱出して、軍艦、平木高丸に登場して、江戸へ退去した。新政府は7日に、義信追悼令を脱し、9日に、有栖川の見当たる人新王を、東西大総督に任じ 東海、東山、北陸三道の軍を指揮させ、東国計略に乗り出した。東海道先方軍参謀西号は2月12日に、東海道先方軍の薩摩所代差し引き、14日に、東西大総督府下参謀に任じられると、独断で先方軍を率いて先発し、2月28日には、東海道の洋商箱根を占領した。 占領後、三島を本陣とした後、静岡に引き返した。3月9日、静岡で、徳川義信の死者、山岡鉄州と会見し、徳川処分案7か条を示した。その後、大総督府からの3月15日江戸総攻撃の命令を受け取ると、静岡を発し、11日に江戸に着き、池上本門寺の本陣に入った。江戸無血会場。 江戸会場談判有機祖名筆東京都港区芝5丁目にある、江戸会場、西郷南州、勝海舟会見の地の石踏み3月13日、14日、勝海舟と会談し、江戸城明け渡しについての交渉をした。当時、薩摩藩の後ろ盾となっていたイギリスは、日本との貿易に支障が出ることを恐れて、 江戸総攻撃に反対していたため、江戸城明け渡しは新政府の規定方針だった。橋本屋での2回目の会談で、海修から徳川処分案を預かると、総攻撃中止を東海道軍、東山道軍に伝えるように命令し、自らは江戸を発して静岡に赴もき、12日、大総督、有栖川の宮に越見して価値案を示し、さらに、 静岡を発して、京都に赴き、20日、長儀にかけて、了承を得た。江戸へ帰った西郷は4月4日、直死橋本佐根屋奈良と江戸城に乗り込み、田安義寄に直所を伝え、4月11日に、江戸城明け渡しが行われた。上野戦争江戸幕府を滅亡させた西郷は、仙台藩を名手として樹立された奥、上津列藩同盟との、東北戦争に臨んだ。 5月上旬、上野の将棋隊の打破と東山軍の白川城、攻防戦の救援のどちらを優先するかに悩み、江戸守備を他藩に任せて、配下の薩摩兵を率いて、白川応援に赴こうとしたが、大村松次郎の反対にあい、上野攻撃を優先することにした。5月15日、上野戦争が始まり、正面の黒門口攻撃を指揮し、これを破った。5月末、 江戸を出版。京都で戦況を報告し、6月9日に、藩主、島津忠義に従って、京都を発し、14日に、鹿児島に帰着した。この頃から健康を害し、日向山温泉で登事した。外戦北越戦争に赴いた北陸道軍の、戦況が思わしくないために死後の出馬が要請され、7月23日に、 薩摩藩北陸出生軍の総差し引きを命ぜられた。その後8月2日に、鹿児島を出版し、10日に、越後柏崎に到着した。来て間もない14日、五十嵐川の戦いで負傷した二体の吉次郎の、不法を聞いた。藩の差し引きの立場から、北陸道本営のある柴田には赴むかなかったが、総督府下三謀の黒田清高、山形有友らは、 西郷のもとをしばしば訪れた。新政府軍に対して、連戦連勝を誇った庄内藩も、仙台藩、会津藩が降伏すると9月27日に降伏し、ここに、東北戦争は新政府の勝利で幕を閉じた。この時、西郷は黒田に指示して、庄内藩に、寛大な処分をさせた。この後、庄内を発し、東京、京都、大阪を経由して、 11月初めに、鹿児島に帰り、日向山温泉で当治した、軍服姿の西郷隆盛常並正清作。常並は、薩摩藩士族で西郷とは、面識があり、常並の描く西郷の顔は実物によく似ていると、言われている。明治2年2月25日、藩主、島津忠義が、自ら日東山温泉まで来て養成したので、26日、 鹿児島へ帰り、三世一大寄り合いとなった。以来、藩政の改革や、平成の整備を精力的に行い、母親参戦の功があった、下級物資の不満解消に努めた。文久2年に、沖野枝部島遠島、治療没収になって以来、無鷹であったが、3月、許されて再び高持ちになった。5月1日、函館戦争の応援に、捜査指揮として、 半平を引いて、鹿児島を出版した。途中、東京で出張許可を受け、5月25日、函館に着いたが、18日に、函館、五稜郭が開場し、戦争は、すでに終わっていた。帰路、東京に寄った際、6月2日の王政復古の、功により、焦点六衛星に宣告を科視された。この時に、残留の命を受けたが、断って、 鹿児島へ帰った。7月、鹿児島郡竹村に屋敷地を購入した。9月26日、肖像くらいに除せられた。12月に反主名で、異界返上の案文を書き、この時に流星という名を初めて用いた。明治3年1月18日に賛成をやめ、相談役になり、7月3日に相談役をやめ、執務役となっていたが、大乗官から、 鹿児島藩大三次に任命された。中央区立日本橋小学校にある、西郷隆盛屋敷跡の日明治3年2月13日、西郷は、村田新八、大山岩を、池上四郎らを伴って、長州藩に赴き、騎兵隊脱退騒動の城を視察し、騎兵隊からの助援の受けを断り、藩知事、毛利玄徳に越見した後に、鹿児島へ帰った。 同年7月27日、鹿児島藩市で、衆議院長氏の横山安武が辞世を非難する、還元書大乗官聖院の門に投じて自陣した。これに衝撃を受けた西郷は、役人の強者により、新政府から人心が離れつつあり、薩摩人がその悪兵に染まることを憂慮して、薩摩出身の心ある軍人、役人だけでも鹿児島に帰らせるために、 9月、池上を東京へ派遣した。12月、危機感を抱いた政府から直視、岩倉智美、福祉、大久保利道が、西郷の出資を促すために、鹿児島へ派遣され、西郷と交渉したが難航し、欧州視察から帰国した、西郷つぐ道の説得で、ようやく政治改革のために上京することを承諾した。明治4年1月3日、西郷と大久保は、 池上を伴い、政府改革案を持って上京するため鹿児島を出版した。8日、西郷、大久保らは木戸を訪問して会談した。16日、西郷、大久保、木戸、池上らは、三田尻を出港して、土佐に向かった。17日、西郷一行は、土佐に到着し、半知事、山内豊藩,藩、第三次、板垣大介と会談した。22日、 西郷、大久保、木戸、板垣、池上らは、神戸に着き、大阪で、山形有友と会談し、一同揃って、大阪を出港し、東京へ向かった。東京に着いた一行は2月8日に会談し、御新兵の創設を決めた。この後、池上を伴って、鹿児島へ帰る途中、横浜で、東郷平八郎に会い、勉強するように励ました。2月13日に、 鹿児島藩、山口藩、高知藩の兵を記し、御神兵に編成する、旨の命令が出されたので、西郷は、忠義を報じ、常備隊4大隊約5000名を率いて上京し、4月21日に、東京市ヶ谷旧割り判定に駐屯した。この御神兵以外にも、東山道賃台と、西海道賃台を設置し、これらの武力を背景に、6月25日から、 内閣辞任の入れ替えを始めた。この時に、西郷は再び正三位に助せられた。7月5日、制度取り調べ会の議長となり、6日に委員の決定権委任の直挙を得た。これより新幹線、内閣人事、廃藩置県等を審議し、大久保、木戸らと講師にわたって議論し、長議を経て、14日、明治天皇が在京の藩知事を集め、 廃藩地検の書を出した。また、この間に新幹線の決定や内閣人事も順次行い、7月29日頃には以下のような顔ぶれになった。この経緯については、各藩主に御神兵として兵力を強出させ、手足をもいだ状態で廃藩地検をいきなり断行するなどいわば騙し打ちに近い形であった。最後南州蔵。 常並正清が明治4年11月12日、特命全権大使、岩倉智美、福士、木戸高吉、大久保利道、伊藤博文、山口直吉ら外交施設団が、条約改正のために、横浜から欧米各国へ出発した。留守政府の主犯は、大城大臣三条耳であり、三条は、政治的手腕の高い賛義、大隈重信を頼りとしていた。 大熊は、この時期を改装して、最後は、政治方針については任せきりで、無条件に承認していたとしている。さらに最後は、病気がちとなり、青山の別荘にこもりきりで、各三尾はそれぞれ勝手な行動を行う、状況であった。施設団と留守政府は重大な改革を行わないと、合意をしていたが、留守政府は明治四年からの完成、軍政の改革及び、 警察制度の整備を続け、同5年2月には、兵部省を廃止して、陸軍省、海軍省を置き、3月には御神兵を廃止して、この衛兵を置いた。しかしこれは財政に大きな負担を強いるものであり、大蔵省を掌握していた井上薫と改革を進めようとするとの省庁の対立も激化していった。五月から七月にかけては、天皇の関西、中国、 西国巡航に随行した。鹿児島行港から帰る途中、この絵兵の奮起を知り、急ぎ帰京して、解決を図り、7月29日、陸軍元水権参議に任命された。この時に、山城屋事件で多額の軍事費を使い込んだ、この絵戸徳山形有友が辞任したため、薩長の均衡を取るために参帝へ、最後を継ぐ道を、この絵福と徳から解任した。 しかし、明治6年4月29日、山形は陸軍協代理として復帰し、6月8日には陸軍協となっている。これは、西郷、大熊、井上の尽力によるものであった。明治6年1月、大倉省と各省庁の対立は、収集不可能と判断した三条は、木戸と大久保の帰国を求めた。4月19日、大熊の立案で船員が、 組織変更となり、司法卿江藤新平、参議長、後藤昌次郎、文部卿大北加藤が参議となった。これを受けて井上は、大蔵省を辞任し、起動派が、中央政界に与える影響力は著しく減退した。5月に徴兵令が実施されたのに伴い、減水が廃止されたので、最後は、陸軍大将兼参議となった。 大久保は5月29日に帰国したが、留守政府に不満を持っていたため意図的に復帰せず、岩倉の帰国まで様子見をするため国内の視察旅行に出かけている。この頃西郷は中性脂肪やコレステロールの増加による脂質異常症が悪化し、明治天皇が派遣した医師テオドール・ホフマンの指示で下剤を服用していた。しかしこれは西号の心身を衰弱させ、 外出や閣議出席も控えるような状態となり、西郷自身も不治の病ではないかと考えていた。対朝鮮問題は、明治元年に李朝が維新政府の国書の受け取りを拒絶したことが発端だが、この国書受け取りと朝鮮との修好条約締結問題は、留守内閣時にも一向に進展していなかった。そこで、 進展しない原因とその対策を知る必要があって、西郷と、板垣大輔添江島種尾村は、調査のために、明治5年8月15日に、池上史郎、竹市政官、北条中平を、新国、ロシア、朝鮮探偵として、満州に派遣し、27日に、北村茂より、河村博よ、別府新介を、花房外務大、進む図院として、 富山に派遣した。明治6年の大朝鮮問題をめぐる政府首脳の圧力は6月に外務正規森山茂が富山から帰国後、李友政夫が日本の国書を拒絶した上、施設を侮辱し、居留民の安全が脅かされているので、朝鮮から撤退するか、武力で、 就航条約を締結させるかの採決が必要であると報告し、それを外務省有、上野警犯が内閣に議案として提出したことに始まる。この議案は6月12日から閣議により審議された。参議、板垣大輔は居留民保護を理由に派兵し、その上で施設を派遣することを主張した。西郷隆盛は派兵に反対し、 自身が大使として赴くと主張した。西郷の意見には、後藤昌二郎、江藤新兵らが賛成した。大乗大臣三条耳は、丸腰では危険であり、兵を同行するべきとしたが、西郷は拒絶した。ただし決定は清市に出張中の添島の帰国を、待ってから行うこととなった。七月末より、西郷は三条に剣士を強く要求したが、三条は、 西郷が必ず殺害されると見ていたためこれを許そうとはしなかった。一方西郷は8月17日の板垣宛書簡で朝鮮が死者を暴殺するに違いないからそうなれば天下の人は朝鮮を撃つべきの罪を知ることができいよいよ戦いに持ち込むことができると述べたように自らが殺害されることも織り込み済みであった。一方で高島智之が 西郷を殺してまで朝鮮の肩をつけなければならぬことはないと回想したように朝鮮問題がそこまで大きな問題と考えられていたわけではなく朝鮮と戦争になれば創始国の清との戦争になる危険もあったが西郷はこれに対して何ら発言を残していない8月16日西郷は三条の元を訪れ岩倉の帰国前に 剣士だけは承認するべきと強く要請した。このため、翌8月17日の閣議で、西郷の剣士は決定されたが、詳細については決まっていなかった。三条は、箱根で西洋中の明治天皇の元を訪れ、決定を創上したが、岩倉の帰国を待ってから、熟議するべきという回答が下された。明治天皇は、当時20歳そこそこであり、 内藤一世は三条の意見をなぞったものに過ぎないと見ている。西郷自身は17日の閣議には出席していないが、検視決定を生涯の愉快だと喜んでいる9月13日、岩倉が帰国し、三条と共に、木戸、大久保の復帰に向けて運動を開始した。岩倉、木戸、大久保はいずれも内事優先の考えを持っており、 また大物である西郷を失うことになる剣士には反対する声は西郷に近い薩摩派の中にすらあった。大久保は一審前からの名優である西郷と対決する意思を固め子供たちに当てた遺書を残している。一方で西郷は10月11日決定が変更されるならば自殺すると半ば脅迫的な書簡を三上宛に提出している。10月12日 大久保と政官派の添島種臣が三義に復帰した。10月14日、岩倉は閣議の席で剣士の延期を主張した。板垣、江藤、後藤、添江島らは剣士の延期については同意していたものの、西郷は即時派遣を主張した。このため15日の閣議では、板垣、江藤、後藤、添江島らは西郷を支持し、 即時剣士を要求した決定は、大乗大臣の三条と、右大臣の岩倉に一任されたが、三条はここで、西郷の派遣自体は認める決定を行った。しかし期日当初祭は依然として定まっておらず、単に8月17日の決定を再確認した、もののにどまった。しかし17日に、岩倉、大久保、木戸が辞表を提出したことで、 閣議は行われなかった。三条は、大北加藤と共に、岩倉邸を訪れて10月18日の閣議に、出席するように説得したが、岩倉は、受け入れず両者は決裂した。夜になって三条は自邸に、西郷を呼び、決定の変更を示唆したが、西郷はこれに反発していた。10月18日、三条は病に倒れた。10月19日、添島。 江藤、後藤、大北高藤の4人で行われた閣議は、岩倉を大城大臣節域とすることを、特大寺佐根常に要望し、明治天皇に創上された。10月20日、10月22日に、岩倉が大城大臣節域に就任し、西郷、板垣、添江島、江藤の4参議が、岩倉邸を訪問し、明日にも、剣士を発令するべきであると主張したが、 岩倉は、自らが、大城大臣節域となっているから、三条の意見では、なく自分の意見を創造するとして引かなかった。四三儀は、松室仕方なしとして退去した。岩倉は10月23日に散大し、閣議による決定その経営、さらに自分の意見を述べた上で、明治天皇の正談で剣士を決めると創造した。岩倉と大久保らは、 宮中工作を行っており、西郷ら政官派が散大して、意見を述べることはできなかった。この日、西郷は、賛議などを含む官職からの辞表を提出し、帰京の途に着いた。岩倉は、西郷を何としても遺留したいと考えていたが、西郷の性格をよく知る大久保は無理と判断していた。10月24日、岩倉による、派遣延期の意見が通り、 西号の辞表は受理され、三義と、この江戸徳を辞職した。ただし、西号の陸軍大将については却下され、大久保、木戸らの辞表も却下されている。24日には、板垣、江藤五藤添江島らが辞表を提出し、25日に受理された。この一連の辞職に同調して、西号や板垣に近い林雄三桐野敏明、篠原国本、 淵部軍兵平、ベップ介、河野朱一郎、辺見十郎太をはじめとする政治家、軍人、官僚600名余りが次々に大量に辞任した。この後も辞職が続き、遅れて帰国した、村田新八、池上四郎らもまた辞任した。特にこの絵の将兵が大量に離脱したため、事実上解体に追い込まれた。この時、西郷の水居で、兵部。 大輔大村松次郎の公認に補えされながら、能力不足と自覚して、先に下野していた、前原一世は、よろし、四二四号の職をまたして殺鳥長,長はのみを、経営、ルベシ、サ、ラザレバ、剣を執府の義機、コラントという内容の書簡を大乗大臣、三条、耳に送っている。また大久保に協力して、政官派を抑えた、黒田清高は、大久保に、 この結果を残棄する書簡を送っている。大久保は市場においては耐え難いほどであるとしながらも、国家将来のために悪評を被るつもりで実行したと、返答している。西郷が剣士を強行に主張した理由について、西郷自身は、内乱を恋願う心を外に移して、国を起こすの遠略と述べている。三義、大保重信は、政治的に手詰まりになり、 九州久光からも出席されたことで、失望落胆していた西郷が、政官論の盛り上がりを見て、朝鮮宮廷で殺害されることを、最後の花道として望んだ、自殺願望ではないかと推測している。下夜した西郷は、明治6年11月10日、鹿児島に帰着し、以来、大半を竹村の自宅で過ごした。漁に行き、山川のうなぎ温泉で休養していた。 明治7年3月1日、佐賀の乱で敗れた、江藤新平が来訪し、翌日、イブスキまで見送った。うなぎ温泉滞在中の生活と江藤が来訪した、時の様子を、98歳まで存命した、温泉宿の女将、福村初が、昭和になってから、毎日新聞社の記者の取材に答えている。西郷隆盛は明治7年2月15日の、 夕方から三十日間滞在した。従者二人を伴い、カズとは、八太郎と呼んで、身の回りの世話をし、他の一人は、愛犬の世話係だった。犬は十五十六匹連れてきていて、家の周囲に、大きなすり鉢を、犬の数だけ並べ、うさぎの肉を食わせる。狩りにはそのうちから三匹くらいずつ交代に連れて行き、一座衛門がその道案内を務めた。西郷さんは、 毎朝7時頃に起床。温泉に浸ってから、朝の食事。雨の降らない限り必ず寮に出かける。開い学が大好きで、大抵はその山麓方面に犬を連れて出かけ、夕方に帰ってくる。獲物はほとんどウサギである。今日は二つ取りもした。今日は三つ取りもしたと、西郷さんはいつも笑顔で、帰ると早々獲物の数を報告した。そして、 そのうさぎを従者が料理して犬に与える。晩酌には焼酎を少しずつ飲んだ。一般には西郷さんは禁酒家のように伝えられているが必ずしもそうではなかった。少々ながら晩酌はたしなんだ。夜になると色々の人が訪ねてきた。訪問客との対談の際には宿の者はいつも遠慮してその席を外した。今は6畳の部屋だった。客が帰ると 大抵11時ごろ寝についた。これが、西郷さんのうなぎ温泉における1ヶ月間の日課だったが、雨の日には、一人壁に持たれて、星座瞑想しているか、または、読書にふけっていた。愛読の書は、人脳正当期、18視略、投資戦だった。ある世のこと、正確に言えば3月1日の午後7時ごろ、色の浅黒い、目の大きな、よそんが訪ねてきた。 ミスボらしい合わせ一枚着て、袴もつけず、古びた下駄を履いた、やや小柄の男だった。いつもの訪問客だと思っていた。男は一時間ばかり、西郷さんと話をして帰っていった。男はその夜、林家の福村昭左衛門方に一泊した。その翌日朝8時頃、再びその男が訪ねてきた。西郷さんはその時、表の間にいた。 その男は昨夜と同じミスボらしい合わせ一枚着ていたが、縁先から西郷さんに何か話していた。西郷さんは低い声で、それに応答していたが、その男の声はだんだん高くなっていった。何やら気がかりになって、そっと襖の隙から覗いてみた。男の声は、ますます高くなって、最初西郷さんとの距離がだいぶ隔たっていたのに、いつしか男は、 じりじりと近寄って、ほとんど、膝と膝とがすり合うくらいになっていた。話の内容は、全然わからないが、随分の激論らしい。今一度出会った、もし、というその男の言葉が何度も聞かれた。ハツさんは、ハラハラした気持ちで、しかし再び自分の座に戻った。しばらくの時間が経過した。でも気になってならないので、何事も手につかず。 その方ばかり注意していた。突然ぞっとする身震いがするのと同時に、言うてん言うてん、聞きれがござらんと、さつま男派、相手が、ちげもんど、と怒号する西郷さんの大きな声が鳴り響いた。初さんは我知らず立ち上がりながら、いつの間にか、襖を引き開けて、部屋の中へ踊り込んでいた。男は屋庭に、縁先から飛ぶように走り去った。その時、西郷さんは、 部屋の中で炭座しながら、その両目は、ゴムまりのごとく大きくむき出していた。明治太平記には、いつしかまた元のごとく静かになり、笑い声さえ漏れたりというとあるが、我が貴重なる、生きている歴史初さんのことによれば、少なくともその場は、決して元のごとく静かにはならず、江藤新平は、ダットのごとくその場を走り去ったのである。発さんは元よりその男が、 江藤新兵であるとは知るよしもなく、後日になって、初めて真相を知ったということである。言うて天言うてうんうんの鹿児島言葉を、念のために翻訳すれば、言うても言うても聞き入れがござらぬと、薩摩男は承知しませぬぞ。という意味になる。初さんは大きな声で、幾度もこの言うて天言うてを私に聞かせてくれた。新兵が、初さんの家を、ダットのごとく、 飛び去った後、うなぎ部落の川道で、再び彼が、西郷高森に飛びかかったので、流星がその場に、彼の腕を捉えて、何か話していたのを、村人が見たそうだが、そのまま二人ともいずれか姿が見えなくなったという、生きている歴史史学校正門後これ以前の2月に、閣議で、台湾政党が決定した。この政党には、木戸が反対して、賛議を辞めたが、 西郷も反対していた。しかし、4月、台湾政党軍の都督となった三帝へ、西郷つぐみちの要請を入れ、やむなく、鹿児島から長母して、兵約800名を長崎に送った。西郷の下野に同調した、軍人、経理が、相次いで、棄権した、明治6年末以来、鹿児島県下は、無職の欠勤大き壮年者がのさばり、 それに影響された若者にあふれる状態になった。そこで、これを指導し、投業しなければ、少年、若者の方向を誤るとの考えから、有志者が西号に諮り、県令、大山綱吉の協力を得て、明治7年6月頃に、旧麻屋跡に私学校が作られた。私学校は、篠原国本が監督する、渋滞学校。 村田新八が監督する法体学校、村田が監督を兼任した幼年学校があり、県下の覚悟ごとに分校が設けられた。この他に、明治8年4月には、西郷と大戦県令との交渉で確保した、甲武地に、桐野俊明が指導し、長山急に、平野翔介らが監督する、吉野開墾者も作られた。明治八年から明治九年にかけての西後は、 自宅でくつろぐか、有料と温泉休養に行っていることが多い。西郷号の影響下にある私学校が整備されて、私学校等が喧嘩最大の勢力となると、大山綱吉も、この力を借りることなしには、県政が潤滑に運営できなくなり、私学校等人種を、県間や経理に、積極的に採用し、明治8年11月と、翌年4月には、 西号に依頼して、区長や副区長を推薦してもらった。このようにして、別府晋助、辺見十郎太、河野秀一郎、小倉総九郎らが、区長になり、私学校等が県政を牛耳るようになると、政府は、以前にも増して、鹿児島県は私学校等の支配下に半ば、独立状態にあるとみなすようになった。明治9年3月に、配当令が出された。 8月に、金六交際証書条例が制定されると、氏族とその指定で構成される私学校等の多くは、徴兵令で、代々の武人であることを奪われたことに続き、縦脇と、死行地という氏族最後の特権をも奪われたことに、憤慨した。10月24日の熊本県氏族の上風連の、乱、27日の福岡県氏族の秋月の乱、28日の、 萩ぎの乱もこれらの特権の剥奪に起こって起きたものであった。11月、最後は、日向山温泉でこれら決起の方を聞き、一方、政府は、鹿児島県士族の反乱が起きるのではと警戒し、年末から1月にかけて、などの処置をした。これに対し、私学校等は、すでに陸海軍省設置の際に、武器や火薬、弾薬の所管が、 陸海軍に移っていて、陸海軍がそれを運び出す権利を持っていたにも、かかわらず、本来、これらは、旧藩士の拠出金で購入したり、作ったりしたものであるから、鹿児島県氏族がいざという時に使用するもので、あるという意識を強く持っていた。また、多数の巡査が、一斉に帰郷していることは不審であり、その目的を知る必要があると考えていた。なお、 まだこの時点では、川地敏夫氏が、中原久雄に、画界、理官ができない時は、西号を、視察せよ、と命じていたことは知られていなかった。明治10年1月20日頃、西号は、この時期に私学校生徒が火薬庫を襲うなどとは、夢にも思わず、大隅半島の小ねじめで狩猟をしていた。一方、政府は、鹿児島県氏族の反乱を間近しと見て、 1>, 1月28日に山形有友が熊本賃台に電報で警戒命令を出した。29日、従来は危険なために工事した上で標識をつけて白中、運び出していたのに、陸軍の草むたか役子の火薬、弾薬が夜中に工事も標識もなしに運び出され、赤たつ丸に移された。これに触発されて私学校生徒が同火薬庫を襲った。 ルモンドの速報記事に描かれた西郷軍官軍と西郷軍の激突を描いた浮世絵。中央に西郷隆盛が描かれている。2月1日、コネ占いにいた西郷の元において、小平が私学校官部らの使者として来て、谷口東太が中原久男から西郷視察のために危険したと聞き込んだこと、私学校生徒による火薬庫襲撃が起きたことなどを話した。 これを聞いて西郷が鹿児島へ帰ると、新編警護に駆けつける人数が時と共に増え続けた。3日に中原が捕らえられ、4日に拷問によって自供すると、6日に私学校本校で代表儀が開かれ、政府問題のために大軍を率いて上京することに、決したので、翌7日に、県令、大山綱吉に、上京の決意を告げた。 このようにして騒然となっていた9日、河村住吉が高尾丸で西号に面会に来たので会おうとしたが会えなかった。同日、巡査たちとは別に大久保が派遣した野村綱が県庁に自首した。西号はその自白内容から大久保も視察に同意していると考えるようになったらしい。母兵新兵協連が終わった13日。 大隊編成が行われ、1番大隊指揮長に、篠原国元、2番大隊指揮長に、村田新八、3番大隊指揮長に、長山八一郎、4番大隊指揮長に、桐野俊明、5番大隊指揮長に、池上史郎が選任され、桐野が総指令を兼ねることになった。淵辺軍平は、本江不護衛隊長となり、狙撃隊を率いて、西号を護衛することになった。 別府は、カジキで別に二大隊を組織して、その指揮長になった。翌14日、私学校本校横の連平場で、西号による、正規大隊の越平式が行われた。15日、殺軍の一番大隊が鹿児島から先発し、17日、西号も、鹿児島を出発し、カジキ、人吉を経て、熊本へ向かった。2月20日、 ベップ新助の大隊が川尻に到着。熊本鎮台偵察隊と衝突し、これを追って熊本へ進出した。21日、相次いで到着した殺軍の大隊は、順次、熊本鎮台を包囲して戦った。22日、早朝から熊本城を総攻撃した。昼過ぎ、西郷が四次軍に到着した。政府軍一部の植木進出を聞き、 午後3時に、村田三助、伊藤直司の小隊が植木に派遣され、遊刻、伊藤隊の岩切正九郎が、野木丸助率いる、第14連隊の軍旗をぶんどった。一方、総攻撃した、熊本城は、県城で、この日の状況から簡単には落ちないとみなされた。夜、本城に本営を移し、ここでの軍議で揉めているうちに、政府軍の正規旅団は、 本格的に南下し始めた。この軍議では一旦は、下原らの全軍工場作に決したが、後の再軍議で、熊本城を長がこいし、一部は小倉を電撃すべしと、決し、翌23日に、池上史郎が、数か小隊を率いて出発したが、南下してきた、政府軍と田原、高瀬、植木などで衝突し、電撃作戦は失敗した。 これより、南下政府軍、また上陸してくると予想される、政府軍、熊本賃貸に対処するために、熊本城行為を池上に任せ、長山八一郎に、海岸線を抑えさせ、篠原国本は、田原に、村田新八、別府新助は木止めに、桐野敏明は、山賀に分かれ、政府軍を攻撃して、高瀬を占領することにした。しかし、いずれも勝敗があり、 戦線が降着した。3月1日から始まった田原をめぐる戦いは、この戦争の分水嶺になった激戦で、篠原国元ら有望の死が、次々と戦死した。このような犠牲を払ってまで守っていた田原坂で、あったが、20日に、兵の交代の隙を突かれ、政府軍に奪われた。この戦いに敗れた原因は、多々あるが、主なものでは、法、 小銃が旧式で、しかも、不足、火薬、弾丸、砲弾の圧倒的な不足、食料などの主張の不足が挙げられる。これらは、西南戦争を通じて殺軍が持っていた弱点でも、ある。こうして、田原方面から引き上げ、その後部戦を保守している間に、上陸した、政府背面軍に敗れた、長山八一郎が、見船で、自噴、自陣し、4月8日には、 池上史郎が安政橋口の戦いで敗れて政府背面軍と陳大の連絡を許すと殺軍は復敗に敵を受ける形になったそこでこの窮地を脱するために14日熊本城の包囲を解いて小山に退却したこの間本営は本城から3月16日に日本儀4月13日に小山4月21日に やべ浜町と移され、西郷も、ほぼそれと共に移動したが、戦闘を直接に指揮しているわけでもないので、薩摩、大隅、日向の三州に番居することを決めた4月15日の、軍議に出席していたこと以外、目立った動向の記録はない。薩軍は、浜町で大隊を中隊に編成し直し、隊名を一新した後、椎葉越えして、新たな根拠地と定めた人吉へ移動した。 4月27日、1日遅れで、霧の俊明が、高台に着くと、翌28日に軍議が開かれ、各隊の部署を定め、火を追って、順次、各地に配備した。これ以来、人吉に本営を設け、ここを中心に、政府軍と対峙していたが、集荷的せず、徐々に、政府軍に押され、人吉も危なくなった。そこで本営を宮崎に移すことにした。 最後は、池上四郎に護衛され、5月31日、桐野俊明が新たな根拠地としていた、軍務所に着いた。ここが新たな本営となった。この軍務所では、桐野の指示で、殺軍の財政を立て直すための大量の軍票が作られた。人吉に残った、村田新八は、6月17日、小林により、新部隊、八区隊、高新隊、佐渡原隊の、 約1000名を指揮し、1ヶ月近く政府軍と川内川を挟んで、商戦を繰り返した。7月10日、政府軍が格闘、いいのに、全面攻撃を加えてきたので、支えようとしたが支えきれず、高原ふもと、野尻方面に退却した。小林も11日に、政府軍の手に落ちた。17日と21の両日、堀尾八郎が、延岡方面にいた。 殺兵約1000名を率いて、高原六を奪い返すために、政府軍と激戦をしたが、これも勝てず、省内、谷頭へ退却した。24日、村田は、都の城で、政府軍、6か旅団と激戦をしたが、兵力の差はどうともしがたく、これも大敗して、宮崎へ退いた。31日、霧の、村田らは諸軍を指揮して、宮崎で戦ったが、 再び破れ、殺軍は、広瀬、佐渡原へ退いた。8月1日、殺軍が佐渡原で破れたので、政府軍は、宮崎を占領した。宮崎から退却した西郷は、2日、延岡大抜村に着き、ここに9日まで滞在した。2日に、高鍋が陥落し、3日からミミツの戦いが始まった。この時、霧の敏明は、平井は、 村田新八は、不幸新町池上四郎は、延岡にいて、諸軍を指揮したが、4日、5日ともに敗れた。6日、西郷は教書を出し、殺軍を弁令した。7日、池上の指示で、火薬製作所、病院を熊田に移し、ここを本営とした。西郷は10日から本、工事、武士課、長井村笹首と移動し、14日に、 上位村河合に到着し、以後、ここに滞在した。その間の12日、三軍、山形有友は、政府軍の延岡攻撃を武将した。同日、霧の、村田、池上は、長井村から来て、延岡進撃を武将し、本堂で指揮したが、別道、第2旅団、第3旅団、第4旅団、新鮮旅団、第1旅団に敗れたので、延岡を総退却し、 和田峠に寄った。8月15日、和田峠を中心に布陣し、政府軍に対し、西南戦争最後の大戦を挑んだ。早朝、西郷が初めて陣頭に立ち、自ら霧の、村田、池上、別府ら諸将を従えて、和田峠頂上で指揮したが、大敗して、延岡の回復はならず、長井村へ退いた。これを追って、 政府軍は長い包囲網を作った。16日、西郷は海軍の例を出し、書類、陸軍大将の軍服を焼いた。この後、負傷者や書体の降伏が相次いだ。残兵と共に、未隊まで脱出してから、今後の方針を定めると決し、17日夜10時、長井村を発し、江の岳に登り、包囲網からの突破を試みた。 特価恋軍は、精鋭300から500名で、全軍は、河野朱一郎、辺見十郎太、中軍は、桐野、村田、五軍は、中島武彦、木島清が率い、池上と別府が、約60名を率いて、西郷隆盛を護衛した。特価恋が成功した後、宮崎、鹿児島の山岳部を踏破すること14日、鹿児島へ帰った。 南州王周園の地の石踏み9月1日、特化小した薩軍は、鹿児島に入り、城山を占拠した。一時、薩軍は、鹿児島城下の大半を制したが、上陸展開した、政府軍が3日に、城下の大半を制し、6日には、城山包囲体制を完成させた。19日、山、野田和助、河野俊一郎が、西郷の救命のためであることを隠し、 巨兵の意を解くためと称して、軍師となって、三軍、河村住吉のとに出向き、捕らえられた。二十二日、西郷は、城山決死の劇を出した。二十三日、西郷は、山の伝が持ち帰った河村からの返事を聞き、三軍、山形有友からの自決を進める書簡を読んだが、返事を出さなかった。また、敵である陸軍の中にも、 西号を慕う者は多く、白山総攻撃の前夜には、陸軍軍楽隊が城山に向けて、曹操曲を演奏し、市民も聴き入ったという。現代になっても、自衛隊の吹奏楽団が、同じ日時に、曹操曲を同じ場所で演奏している。9月24日、午前4時、政府軍が城山を総攻撃した時、西号と、霧の俊明。 桂久武、村田新八、池上四郎、ベップ新助、変味十郎たら少子四十四名はほら前に整列し、岩崎口に進撃した。まず、国部十助が、剣に伏して自陣した。桂久武が被弾して倒れると、弾丸に倒れるものが続き、島津大きく毛底門前で、西郷も、またと腹に被弾した。は、ベップ新を帰り見て、 進むどん、進むどん、もう、ここらでよかと言い、少子がひざまずいて見守る中、襟を正し、木し、はるかに東に向かって拝礼しながら、別府に首を打たせる形で自害した。他の資料では切腹したとの説があるが剣士の結果、最後は切腹はしておらず実質残首の形の解釈となった。解釈を命じられた別府は、涙ながらに、ごめんなったと叫んで、 西号の首を跳ねたという、去年五十一、西号の首は取られるのを恐れ、降りた昇介邸門前に埋められた。西号の死を見届けると、残余の昇士は、岩崎口に進撃を続け、私学校の一角にあったあるいに籠って戦った後、自陣、差し違え、あるいは戦死した。午前九時、城山の戦いが終わると、大雨が降った。 上皇明け寺跡で、山形有友と旅団長ら立ち会いの下で剣士が行われた。西郷の遺体は毛布に包まれた後、気筆に入れられ、上皇明け寺跡に埋葬された。この時は、仮埋葬であったために、墓石ではなく目標が立てられた。目標の生命は、県令、岩村道とが記した。明治12年、上皇明け寺跡の仮埋葬墓から、 南州墓地のほぼ現在の位置に改装された。また、西郷の首も戦闘終了後に発見され、見分の後に手厚く葬られた。明治10年2月25日に安在所たち第4号で神を地脱され、死後、俗軍の将として偶された。その後、西郷の人柄を愛した、明治天皇の遺行や黒田清宝の努力があって、 明治22年2月11日、大日本帝国憲法発布に伴う大社で許され、肖像位を追贈された。明治天皇は、西郷の死を聞いた際にも、西郷を殺せとは言わなかったと漏らしたとされるほど、西郷のことを気に入っていたようである。改名は、南州寺戸の伊徳流星大古事意味名は、高長であったが、明治二年八月。 明治政府樹立の校で、肖像甥が送られる際、その文書には意味名を書く必要があったが、西郷は、函館戦争を終えて、薩摩に帰る船に乗っていたため、政府の役人が、吉井と美に聞くも、吉井はいつもは、西郷を吉之助と呼んでいたため思い出せず、頭に浮かんだ流星を、政府側に伝えて文書が作成されたが、それは、西郷の父、吉兵衛の意味名だった。 西郷隆盛として、肖像位が送られて以降、その名を使った。愛称の、西郷丼とは、西郷殿の鹿児島弁表現であり、目上の者に対する敬意だけでなく、親しみのニュアンスも込められている。また、うどさーという表現もあるが、これは、鹿児島弁で、偉大なる人という意味である。最敬意を表した呼び方は、南州王である。非五字格魔筆。 西郷隆盛像、大久保利道ら維新の立役者の写真が多数残っている中、西郷は自分の写真はなく、明治天皇から要望された際も断っている。現在のところ西郷の写真は確認されていない。理由は西郷が写真嫌いだからとも、顔が知られることによる暗殺を恐れたからとも言われている。死後に西郷の顔の肖像画は多数描かれているが、 すべての肖像画を呼び、銅像の元になったと言われる絵は、比較的西郷に顔が似ていたと言われる実定の、西郷継ぐ道の顔の上半分、重定大戦岩の顔の下半分を合成して描き、親戚関係者の交渉を終えて完成させたものである。清須総根自身は、西郷との面識が一切なかったが、清須総根は上司であった、徳野良介を通じて、 多くの薩摩人と知り合っており、徳能の娘婿であった、西郷嗣道とも親しくしていたため、西郷を知る人の意見が取り入れられた、満足のいく、肖像画になっているのではないかと言われている。西郷菊次郎、父は、写真というものは、ただの一度も撮ったことがありません。いや、外の方と同列で撮ったというものがないのです。さあ、なぜ撮らなかったかわからない。 強いて推測すれば、かかる、美高田に亡き肖像を後世に残す必要がないという、謙遜から来たようにも思われる。かつて在職中のことですが、賢き、あたりより写真を撮るようにとのお言葉もあったということです。しかしこれもそのままになってしまいました。教えに伝えてありますのは、大い玉へのことですが、親族の者らが、父の肖像を得たいという希望がありました。 やむを得ず、私がその案を立てた。それは、額は誰、目や鼻は誰というように、いちいち兄弟や、近親の顔の一部分ずつ継ぎはぎして、どうやら父の面影に似たものができた。ところがその時の印刷局長が、徳能良介でこれまた親族の一人ですが、ちょうどこの印刷局に清曽根という、親とい教師がありましたので、私の案をば、同志に送って描かせたのが、 竹約二尺の洋服半身の鉛筆画です。これが今世の中にある父の肖像画中、比較的正確のものです。この他にも父の知人の作ったものもあります。上野公園の銅像も、無論十分ではありません。私の案を立てた父の肖像画も、この点については間を移してはおりません。上野公園に立ってある父の銅像の一生に、なぜ案がな,なりをさせたかということは、 私はかつて相談を受けたこともありませんから、わかりませんが、頭から銅までは前にお談志をした私の案で、清曽根氏の描いた肖像画に基づき、銅から、株は、父の用いた洋服のズボンを土台として組み上げたものだから、眼光を覗くの外はまず何がないものと言って、よろしかろう。生前に、面識のあった、板垣大輔は、 上野公園に混流された銅像に不満を持ち、洋画家の光永が神なりに指示して新たな、肖像画を描かせ、2点が作られたが1点は、大山岩を田中光明、明治天皇の天覧を経て、西郷糸へ。もう1点は、西郷家から大戦を経て、宮内省に渡ったが、2点とも現在は、行方不明である。しかし1910年に、 日韓併合記念として写真版で印刷発行されており、現在岡山県立記録資料館が所蔵している。鹿児島郡竹村の西郷屋敷の林下に住んでいた日後字角馬は、幼少の頃西郷に可愛がられ、自家坊と愛称され、膝の上で遊んだという。この絵は、昭和2年の西郷没後50年祭のケーに、昔の思い出をもとに西郷を描いた。 日後自覚間の絵は、真実の西郷に、最もよく似ていると評価され、同種のものが、石版釣りとなって広く反布された。なお、西郷が、明治天皇や坂本龍馬や勝ツ小五郎、を勝海舟といった、一心頃の人物と、集団撮影したと称されている写真が存在するが、西郷は、当時すでに肥満しており、この写真で西郷とされている人物のようにそうくれは、 なかった。また、その他様々な点からこの写真はフルべっきが、佐賀藩の藩校、自演官の学生らと共に撮った写真であることが証明されている。西郷隆盛が記号した、経天愛人治療は、当時の明治天皇がホフマンに指示を出したことによるものであるという。治療方法は3種類用いられていた。一つ目は食事制限。 二つ目はヒマシ油を下剤として飲む方法。最後は犬を連れて毎日朝夕、合計八キロメートルの散歩をする方法であった。校舎については、池上史郎家造雑記中の池上史郎宛、北条中平書館に、この治療期間中に、西郷先生が肥満の治療のために狩猟に出かけて、留守だと書いている。先生の肥大は、初めからじゃない。何でも、 大島で遊兵されていられてからだとのことじゃ。戦争に行っても、馬は乗り潰すので、馬には乗られなかった。長い旅行をすると、またすれができる。少し長道をして帰られて、城などに登るときは、パイってシャツって登られる体が、今でも見える様じゃ。かくんなに超えつていられるで、着物を着ても、身幅が合わんので、よく無格好なやつを出すので対象だった。 流星は、菊池氏が羊であることを知っていたが、菊池氏のどの家から別れたかわからないので、藩の記録書にある、黒べい以下の実を、自分の系譜としている。黒べいより前は、西郷家の羊とされる増水西郷氏の系譜に、繋いで作った系譜である。家門は伊達菊の葉に菊。藤原鎌足不比と房崎道高高家、正則、菊池則高、西郷正高。 龍木、高末、高房、元修、元屋、高志優、木地、龍務、龍吉イコール龍成、龍蓮、龍成、高国、竹春、高志長太郎正隆、高志重、高永、武国、正隆、龍成、龍忠、龍部、龍淳、黒部正隆イコール吉兵衛。佐都左衛門の、吉左衛門イコール竜衛門、竜三吉兵衛竜星、 吉野助高長、虎太郎、高照イコール吉野助、吉太郎出資学陽明学西号は短期間とはいえ、伊藤萌右衛門から陽明学を学んでいる。陽明学は、治行合一を理念としているので、知識を世人の役立つようにしようとする点では、この学の影響を受けたかもしれない。しかし、西号の行動は、その大半が大義名分に基づく行動であるという面から見れば、 その積極的な行動は、趣旨学から導き出されたものであるともいえ、どのくらい影響を受けたは完全としない。鹿児島市白山町東京都台東区、上野恩師公園霧島市溝部町六西号公園、高村幸運作西郷高森像東京都、台東区の上野恩師公園、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県霧島市溝部町にそれぞれ銅像が、混流されている。 上野公園の西郷隆盛像が愛犬を連れているのは体重の減量のため愛犬と共に散歩をしている様子だと言われている。鹿児島市南州神社墓所は鹿児島県鹿児島市の南州墓地。また西郷隆盛を祀る南州神社が鹿児島県鹿児島市をはじめ山形県酒田市、宮崎県都の城市、鹿児島県和泊町の沖の選ぶ島にある。中 西郷隆高森に関係する文献は膨大な数に上る。当然以下には基本文献を挙げているが、それ以外は本校を書くにあたって何らかの論拠にしたものだけに限定している。ありがとうございます。